こちらアメリカのガルフストリームパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。バブルガムフェロー、好スタート。シアトルショー、この馬も好スタートを切りました。マーリー、前に行きそうです。チーフベアハート、それに続いています。さらには、ジョンズコール、12番、シアトルショー、その後ろ、アワッド、後方から、この辺りで各馬第一コーナーのカーブに入ります。それでは先頭から、先手を取ったのは、バブルガムフェロー、ジョンズコール、すぐ後ろ、青の帽子、シャワーエンペラー、その後ろ、すぐ隣に、シアトルショー、内からはトールアルデル、レイエイト、そのうちに続いています。その外に、チーフベアハート、ザルーブル、それに続いています。オレンジの帽子、サンタフェルック、その後ろ、すぐ隣にライトシェイディー、その横にリアルコネクション、最後方にアワッド。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭から、5番シャワーエンペラー、一気に先頭に立ちました。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はまだ、5番シャワーエンペラー、2番手はバブルガムフェロー、これは絶好の手応え。ジョンズコール、3番手バブルガムフェロー、 B1 です。さあここからどうか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。シャワーエンペラー先頭、バブルガムフェロー先頭、2番手はシャワーエンペラー、あと 200m バブルガムフェロー先頭だ。残り 100m バブルガムフェロー先頭、アワッド迫る、やはり強いバブルガムフェロー、バブルガムフェロー、バブルガムフェロー1着、2着にはどうやらアワッド、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。バブルガムフェロー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのはエアッツ、エアッツ先頭、2番手はエリモピース、あと 200m エアッツ先頭だ。エトワール凱旋抜けた。2番手はアグネスタッチ、エトワール凱旋、エトワール凱旋1着、2着にはどうやらマイネルアセター、見事に勝ちました。エトワール凱旋ステイゴールド完敗です。着外に沈みました。
4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのは待機シャトル、2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。2番手はファイトビゼン、懸命に追いすがります。あと 200m、 待機シャトル先頭だ。後続との差はまだあります。このリードを守れるか。2番手はファイトビゼン、待機シャトル独走、待機シャトルぶっちぎりです。待機シャトル1着、2着はファイトビゼン、これは桁外れの強さだ。待機シャトル4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭に立ったエイシンバーリン、残り 200m、 先頭はエイシンバーリン、残り 100m、 マサラッキー抜けた。エイシンバーリン追いすがります。マサラッキー1着、2着にはどうやらエイシンバーリン、見事に勝ちました。マサラッキー堂島無敵完敗です。着外に沈みました。